宮崎大学は、宮崎県宮崎市学園牧科大西一から一に、本部を置く日本の国立大学である。2003年に設置された。大学の略称は、旧大。事務局1949年に、設置の旧宮崎大学と1974年設置の旧宮崎医科大学が統合し、2003年10月に誕生した。教育学部、農学部、 工学部、地域資源創生学部は木花キャンパス、医学部は清武キャンパスにある。スローガンは、世界を視野に、地域から始めよう。学長は、池上勝。旧宮崎大学の前身となる、旧制専門学校及び、市範学校のコーチは、宮崎市中心部の各所に点在していた。このため、旧宮崎大学は1972年8月に、キャンパスの移転、 統合を決定し、1980年代後半に宮崎学園都市の主要施設として、宮崎市南部の木花地区に移転、統合した。2003年10月、旧宮崎大学と旧宮崎医科大学が統合し、新宮崎大学となる。2016年4月の新学部、地域資源創生学部の設置、及び教育文化部の開祖、農学部増員。 工学研究科の改祖が申請されており、2015年8月に認可された。教育学部講義棟教育学部の直接のルーツは、旧制の宮崎市藩学校と宮崎青年市藩学校に求められる。これらの学校はさらに、1884年設立の宮崎県人城市藩学校と1922年設立の宮崎県実業補修学校教員養成所まで、 その遠弦をたどることができる。戦後の学生改革の中で、1949年、宮崎市藩学校と宮崎青年市藩学校を元に宮崎大学に学芸学部が設置された。1966年、学芸学部は教育学部に改称さらに1999年には、教員要請を主な目的としない地域文化家庭、生活文化家庭、 社会システム課程の参加点が設置され、学部名を教育文化学部に改称。2008年に地域文化課程、生活文化課程、社会システム課程が統合の上、人間社会課程が設置された。大学院は1994年に教育学研究科が設置され、2008年には教職大学院として教職実践開発専攻が設置された。 2016年4月の改祖が認可され、人間社会課程の募集を停止し、学部名を教育学部に解消した上で、教員養成に特化することとなる。農学部公義胸農学部のルーツは、旧制の宮崎農林専門学校をさらに遡って1924年設立の宮崎高等農林学校がルーツである。この宮崎農林専門学校を母体に1949年、 宮崎大学に農学部が設置された。1967年に宮崎大学の中では一番早く大学院農学研究科が設置されている。2007年には農学工学を連携融合させた農学工学総合研究科を設置し、2010年には医学獣医学を連携融合させた医学獣医学総合研究科を設置した。 1988年から九州内のいくつかの大学とともに鹿児島大学大学院連合農学研究科に参加し1990年には獣医学科を設置する周辺大学とともに山口大学大学院連合獣医学研究科に参加したが2007年度より農学工学総合研究科の設置に伴い鹿児島大学大学院連合農学研究科から 2月2010年度より医学獣医学総合研究科の設置に伴い山口大学大学院連合獣医学研究科から離脱した工学部講義旨1944年2月に宮崎県高等工業学校として設立し同年8月に解消した宮崎県工業専門学校が工学部のルーツである1949年に 宮崎大学工学部として学芸学部や農学部と同時に設置された。大学院工学研究科は1976年に修士課程が1996年に博士工期課程が設置されていたが2007年博士工期課程は農学工学総合研究科設置に伴い廃止された。医学部は1974年設立の 宮崎医科大学がそのルーツである。設置の前年1973年に創設準備室が宮崎大学内に設置されていた。いわゆる一県に一医科大学を設置するという政府方針によって作られた大学である。1977年に付属病院が、1980年に大学院医学研究科が設置された。博士課程は2010年の医学。 獣医学総合研究科設置に伴い廃止となり、修士課程は医科学看護学研究科へ解消された。2003年全国的な大学統合の流れの中で、宮崎大学と統合し、宮崎大学医学部となったが、部活動などは、旧宮崎大学と統合されず、そのまま存続するものがほとんどだった。2005年度の入学試験からは、地元枠を設け、 地元宮崎県出身者、約10人が入学した。2016年に設置。地域経済活性化と地域振興を実現する人材の育成を目的とする。応用生物科学科が JABEE 認定を受けている。同窓会の名誉会長に自民党級、江藤亀井派会長であった江藤高美が長年の会長職在任を経て就任している。 日本技術者教育認定機構認定に力を入れており、2005年度までに土木環境工学科、物質環境科学科、電気電子工学科、機械システム工学科、情報システム工学科で認定を受け、2010年度に材料物理工学科も認定を受けた。他学科についても認定有効期間を更新しており、全ての学科が JABEE 認定されている。 全国的に進級が厳しい医学部として知られており、1学年38人もの留年生を出した年もある。現在は緩和されたものの留年者は各学年とも毎年のように15人程度出ており、依然として進級は厳しいと言える。また、すべての単位が取り消されるという単位取り消し型の留年方式をとっているため、留年した年もすべての講義に出席しなくては、 ならなかったが、2005年度の2年生からは、単位制が導入された。なお、ここ数年でこれらの印象は薄まり、4年以上の臨床科目は卒業試験も含めて落第者がいないと、される。2006年の入試から、推薦入学を実施。宮崎県内の高校出身者による、地域枠と一般枠とからなる。付属図書館、創立330記念交流会館国内。 大学海外大学宮崎大学の学園祭は、日吉花祭りと称され、11月中旬の3日間に、渡り開催される。2005年に、旧宮崎大学の宮大祭と、旧宮崎医科大学の鈴鹿け祭りを統合して、開始された。初日は、旧宮崎大学時代から続く御腰パレードが、宮崎市中心部の立花通りなどを練り歩く。2日目、 3日目は各キャンパスで模擬展や展示発表が行われる。最後は打ち上げ花火で学園祭を締める。宮崎交通のバスを利用する。木花キャンパスの最寄りバス停は宮崎大学、清武キャンパスの最寄りバス停は大学病院前。宮崎駅、宮古市からのバスは大きく分けて3経路が運行されているが、早朝の便を除きいずれも宮崎大学。 大学病院前のバス停に停車する。所要時間は宮崎駅から40から55分、宮古市から25から40分。鉄道駅からは、木花キャンパスへは、日南線木花駅より2 2トル清武キャンパスへは、日豊本,本線清武駅より2 8トルの距離となる。教育文化学部長が学部生向きに発表した。 声明文2012年3月末に退職した教育文化学部の40歳代の男性准教授が複数の女子学生に対し反乱写真を撮影させ卒業論文に掲載させ提出させるなどのセクハラ行為をしていたことが同年6月28日に公表されたこの准教授がすでに退職していて懲戒処分ができなくなっているため懲戒解雇に相当するとして 退職金の不支給を決めた。準教授側は当案件について否定し、退職金と医者料を求めて、大学側を提訴する意向を示した。元準教授は2012年4月より、鶴門科大学にて教授として勤務していたが、同大学は7月18日に当案件を理由に、同月31日付での解雇を決定した。裁判の経過その後、 元准教授は2012年に事実無根として大学を提訴した。2014年、一審の宮崎地裁は準教授の訴えを棄却したものの、福岡高裁宮崎支部は準教授の訴えを認めセクハラ行為がなかったことを認定し大学に約313万円の支払いを命じた。2016年、最高裁判所もこの判決を指示し、 大学側の上告を知りけ、准教授の勝訴が確定した。その後、地位保全の仮処分申請が認められ、解雇はすぐに無効になり、引き続き地位確認などを求めた裁判では、交際では解が成立している。一方で、宮崎大学は、虚偽の告発を行った教員や関係者に対し、未だ何の処分をしていない。2017年、大学は、 文部科学省からの打診に応じる形で、第三者機関を設置し、検証を進めているが、具体的な時期や体制などは明らかにしていない。地域資源創生学部の准教授によって、架空請求によるから出張及び水増し請求等の不正行為があったと公的研究費不正防止計画推進室会議にて認定された。 同大准教授に着任した2015年10月から2018年11月、主に航空券の領収書を偽造する手口で、から出張や、虚偽の出張期間を41回申告し、278万8000円余りを、不正に受け取っていた。出張としてから出張の際に、学生にも、虚偽の理由で説明し、休校、歩行するなどしていた。大学は、 当該准教授を停職3ヶ月の懲戒処分とした。ありがとうございます。